なんかがひどい。これやばいね。ズンってきます。これで、ね、出ます。いやな、取れたでしょ。取れました、取れました。ハリケーデンからこんにちは、ビオハリキング上田です。はじめまして。はじめまして。今日はクライアントさんのカオルさんです。よろしくお願いします。大学生です。先日治療院に来ていただいて、はい、あまりにもやばいんで、YouTube でにも出ていただいて治療もしようと。はい。ということで、はい、まあ、お越しいただきました。で結構ね、自律神経乱れてるんですよ。乱れてます。本人は気づいてない。私結構大丈夫ですって。大丈夫って言っても、お通じやばい時、何日に来るんですか？もう5日間出ない時も全然やる。5日間やばくないですか？普通にあります。あ、本当ですか、はい、そうするとちょっと肌荒れちゃったりとか。肌荒れたりとか、むくんだりとか、はいはい、全然。毒素が溜まって出ないと、どっから出るか知ってます？わかんないです。毛穴ですよ。毒がニューって大衆になっちゃうんですかね。いや、大衆じゃなくて余計な油分、油分とか出せないと毛穴から出すので、そうするとニキビになっちゃったりする。生理が始まったぐらいからとおっしゃってましたけどね、はい、かれこれもう10年の付き合い、はい、今こういう方多いんですかね。結構周りもいますか？結構います。女性結構多いですね。まあ、動画見てる方でね、便秘で悩んでる方結構多いですから、はい、結構ね、女性も見てくださってますから、便通解消をお家でできる方法をね、はい、これからお伝えしますので、翌日にも出ますから、はい、楽しみです。バーンとものすごくすっきりしますからね。肌もすっきり、肌もすっきりしますね、はい、できるように行ってみたいと思います。それでは、ゴー。便秘の方っていうのは体もこわばってたりとかして、自律神経が乱れてるかなりガチゴチなんですよ。リラックスできてないことがあるので、はい、ちょっと動きを見てみたいですね、はい、お腹を手を置いてもらって、右ひねって後方確認、張った、反対向きはどうですか、うん、奥見えますか？え、かすかーかすかーに、右はどうですか？あ、見えないです。どうで使ったんで右がいかないですね。右いかない。これは主演と一員の解決できます。右いかないんで、左の足の心脈っていうところですね、左足の外くるぶしの下に10円を貼ります。はい、あ、右手の握るとですね、線が出ます。で、ここに1円を貼ります。これで OK です。ではやってみましょう。右、ひねってみてください。むちゃむちゃいきますね。え、すごい。え、なんで11円です。11円、11円です。反対向きですか？いきますね。え、すごい。体ね、右ひねって動きにくいから左足に貼ったんですね。左動きにくい人は10円と1円で、ね、逆に貼っていく。じゃあちょっと意地悪ですけど、取っちゃいますね。はい。はい。元戻っちゃいました。元戻っちゃいました。10円と1円効くんで。え、おかしいですね。すごいですね。ごちごち。これやってみた方がいいですね。あとですね、お通じ悪い方ですね。10円と1円で改善する方法ですね。人差し指と親指で合谷というツボがあります。ここに10円を貼ります。ここからですね、5ミリぐらい離したところに1円貼ります。これだけ。結構お通じ改善するんで。毎晩寝る前とか貼るといいです。ちなみにこれでも動き良くなる。カオルさんは胃大腸が悪い。はい、ということで胃大腸のケア早速行ってみたいと思います。ゴー。便秘の治療なんですけども、お腹を刺激するんですけど、まあ、全体を整えた方がいいんで、便秘って症状が出てるじゃないですか、うん、でもそこには隠されてるこの酸素になってて、便秘ってのは見えてますけど、その氷山の一角で中に何があるのか、自律神経の乱れとかエネルギーの乱れが入り乱れてます。乱れてます。ちょっと脈を見ますね。ああ、完全に腎虚ですね。腎臓腎でちょっとやっぱパワーダウンし、むくみやすい体質になってますね。疲労感とかで、お腹もちょっと見ますね。お腹がひどい。これやばいね。やばいです。硬いんで、で金の針じゃなくて銀の針なんですけど、銀の針でちょっと。え、怖い。これ刺さないんで大丈夫です。はい、今こうやって硬いでしょ。はい、柔らかかったでしょ。お、見えてきました。いいですね。嫌じゃないですか。いいですね。どうですか、このお顔。10年間乱れてますね。10年間乱れ
今ちゃんと治療しないと、あと6年ぐらい苦しんでしまいます。肌荒れます。嫌ですね。嫌です。でもバランスもむちゃ悪いですね。骨盤もずれてて、ぐちゃぐちゃになってるんですよ。でもちょっとキープし、ここでキープしてください。ここ頑張ってね。ここ押しますから。全然グダグダですね。こっち大丈夫です。こっち力入る。先ほどお伝えした10円と1円以外にもう一個の方がここにですね1円発です1円でこっち側にですね2個目と3個目の韓国っていうところですね10円を貼ります。こっちが力入りますよね、こっちですねキープめっちゃ入るでしょ力で10円取ります。いいですか、頑張ってね10円貼りますほら入るでしょ、東洋医学合ってます。もともとは西洋医学の側にね救命病棟の看護師とかして大学病院の方に勤めてたんですけども、こう西洋医学の原理を感じることが多くて、もちろん西洋医学でチェックしたりとか検査するの大事です。だけどもそれ以外にこういう乱れてるところから整えるとお通じ良くなってくるので、僕は整えていきます。ということで臨床の治療をまずしますね。でここですね、あーハリボーはこれ今すぐポリッと硬い、なんか滞りがこれですよ、これがハリボーですよ。これを粉砕します。はい、あーはい、オッケー、通った。え、取りましたね。もうエネルギーアップです。キープしてください。ほら、え、力入ります。え、すごい。すごい自分の体ですよね、さっき力入って。え、でも軽いです、なんかちょっと軽い、はい、一血で取ったんで次は先手エネルギーを通しますから。はい、お願いします。逆でした、こっちだった。エネルギー通しますから。肺の経絡っていうのね見ますけど、これ嫌ですよね、なんかね、なんかこれここに滞りがあるんで、肺の経絡、尺卓ですね、大腸の経絡、合谷を刺激していきます。はい、胃の経絡、火の経絡ですね、高尊、最高。あーもう治療しないとやばい、やばいですか。経絡がね、めっちゃめちゃしてるんですよ。経絡ってね、美しい五十鈴川の流れのようなね、透明な美しい流れなんですけど、ここはもうちょっと東京の地下の飲食店の下水みたいな。これ整えた方がいいの。いい感じで整ってきました。だんだんなんか足先がちょっとポカポカしてきました。4経中です、4つの経路ブワッていきます。だってこれ結構滞ってますよこれ。え、でも結構滞ってます、はい、ここですね、電気をちょっとかけます、ビリビリってするんじゃなくて感じる程度ですね、トン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 ってちょっと電気が流れます、そうするとですね経路が動きますので人間の細胞を活性化させていきます。はい、感じますか。いや、あ、感じてきました。メインの治療に行きたいと思います。ベンデートでございます。初めてのびっくりしますよね。腸が活性化するんだよ。グワーンって。ある人はパーティーって言ってます。下痢の時の感じじゃない。ちょっとグワーンっていう感じがしますね。ちょっと引いてきます。あー。ズンってきます。大丈夫ですか。グーン。きました。ブワーンって感じですか。歯の麻酔とかしたことあります？あります、あります。そんな感じです。ブワーンって。あ、これだ。これで、ね、出ます。出ますか。あ、これでいいです。全部入りました。7分ほどお休みいただきます。7分経ちました。針を取っていきます。でも入りました。びっくりですね。これが入る人もいます。これ今日やんないですもんね。調子ですね。はい。上先生特別仕様って言われてます。他に注文する人がいないんで、受注生産なんで1ヶ月かかるって。うちの針の限界値ですって言われてますけど、いつもありがとうございます。結構ねいいですよ、流れた、うん。いいですよ。素晴らしい、やっぱり。若いとですね、悩みも結構放置にしがちですけど、結構治療するとちゃんと良くなりますか。嫌なの取れたでしょ。取れました、取れました。さっき押して嫌だった。
はい、早い。結構希望が持てます。あ、本当ですか。はい、実際に数日後にですね、お通じどうなったかっていうのをコメントいただきたいんですけども、はい、動きをチェックしてみてください。中の手を入れて、右ひねってください。おお、めちゃめちゃいくんじゃないですか。すごい。反対向きを。お、すごいね。こんなに効くと思ってあ、すごいですね。相当滞ったら気血整えるっていうのはすごく大事ですね。前例なんですけど、気血整えて経絡の流れ整え、土台を整えるとむちゃむちゃ良くなるんですよ。その上だと薬も効くようになるし、早く治ったりもするんで、両方合わせ技がいいですね。むちゃ良くなりますから、経過を追っていきたいと思います。はい、それでは今日はここまでになります。通じとか自律神経の乱れとかで悩んでいる方ですね、こういった治療を受けると本当に良くなるんで、土台を整えてね、ぜひ治療を受けてほしいなと思います。うちの院は横浜、元町院と銀座にありますので、そちらの方は概要欄の LINE からお問い合わせください。とですね、 LINE が新しくなりましたので、お問い合わせなくてもですね、フォローするだけでも結構得点がもらえますので、ぜひフォローしていただければと思います。またそこからですね、ご紹介の LINE につながりますので、全国に400人ぐらい弟子がいますのでね、紹介できますので、概要欄の LINE からお問い合わせいただければと思います。他にもですね、施術の動画ですとかセルフケアの動画配信していますので、次の動画もご覧いただければと思います。チャンネル登録と高評価の方で応援よろしくお願いします。どうもありがとうございました。先生、この前は施術ありがとうございました。針を打った次の日にお通じが出て、そこから徐々に お腹の調子がすごい良くなって、例えば肌の質とか、睡眠の質がすごく上がった気がします。継続して行いたいと思います。ありがとうございました。昔僕らの時代は、あの お風呂のパイプとかズボンってやるとプシューッと綺麗になるので、最近それないね。風呂釜じゃないんじゃないですか。そうだよね。はい、なんだっけ、なんだっけ、パイプ給湯器ね、やるやつ、ね、ガガンガンガン、ガリン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 ガン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 って知ってますよ。知らないね、昭和のお風呂。知らない。昭和のちょっと閉めるとつかないな。ちょっと怖いですよね、ガスがつく音が。